猛烈な雨が観測されています。気象庁は災害の危険が迫っているとして記録的短時間大雨情報を発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本や東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になっていて、九州を中心に帯状に連なった雨雲がかかっています。による解析では、午前3時半までの1時間に熊本県の芦北町付近で120ミリ以上、八代市付近でおよそ120ミリ、八代市坂本町付近と熊村付近、天草市五所川浦付近、それに津波町付近でいずれもおよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。これまでの雨で熊本県と鹿児島県、宮崎県、それに静岡県では土砂災害の危険性が非常に高まり、土砂災害警戒情報が発表されている地域があります。鹿児島県と熊本県では氾濫の危険性が非常に高い、氾濫危険水位を超えている川があります。前線が停滞するため、今日は広い範囲で激しい雨が降り、特に昼頃にかけては局地的に雷を伴って1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で300ミリ、九州南部と近畿東海で250ミリ、九州北部で200ミリ、関東甲信で180ミリ、北陸で120ミリなどと予想され、さらに明日夕方までの24時間には、九州南部で100ミリから200ミリ、東海で100ミリから150ミリ、九州北部、近畿、北陸、それに関東甲信で50ミリから100ミリの雨が降る見込みです。前線は明日以降も停滞し、西日本を中心に総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも十分注意するよう呼びかけています。次に、中国や北朝鮮への対応など任務が増える一方、自衛隊では人口減少の影響などで人材の確保が厳しさを増しています。こうした中、自衛官を経験したことがない人でも有事などの際に招集されて第一線部隊の任務に就く即応予備自衛官として採用されるようになり、志願者4人が初めて宮城県の多賀城駐屯地で必要な訓練を修了しました。即応予備自衛官の採用は元自衛官に限られていましたが、防衛省は去年、自衛官経験のない人でも予備自衛官を経て即応予備自衛官として採用できるよう見直しました。4人は普段製造業や林業の現場などで働いていて、これまでに小銃を使った射撃など即応予備自衛官になるのに必要な36日間の訓練を終了しました。今後7月に辞令を交付され、即応予備自衛官に正式に採用されると、年間30日間の訓練への参加が求められ、有事や災害が発生した場合、第一線で任務に当たることになります。北朝鮮の国営メディアは、金正恩朝鮮労働党委員長が新型コロナウイルスの流入を徹底的に防いでいると強調した上で、感染防止のための対策をさらに強化するよう指示したと伝えました。北朝鮮が新型コロナウイルス対策としておよそ5ヶ月にわたって中国やロシアとを結ぶ航空便や列車を停止しており、これまで感染者は国内で1人も発生していないと主張しています。これについて金委員長は、国内への流入を徹底して防ぎ、安定した貿易体制を維持できている誇らしい成果だと述べ、対応を強化しました。為替と株の値動きです。外国為替市場、ニューヨーク株式市場はアメリカ独立記念日の振り替え休日のため取引が行われていません。
8月4日土曜日午前4時5分を40秒ほど回ったところです。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪のスタジオからお送りしています。担当は住田浩一です。あちらこちらから大変な雨だというファックスやメールが届いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。雨の強くなっている地域、そして避難勧告や避難指示の出ている地域の皆さん、どうか安全な場所でラジオから情報を取っていただきたいと思います。それでは明日への言葉、音盤に惚れた男の40年。現在福岡市に住んでいる宇野明さんは、大阪でサラリーマンをしていた昭和50年代に神社の参道で古物商が並べていた SP 版と出会ったのがきっかけで SP レコードを集め始めました。大阪などの土地を歌ったもの、そして戦時中に発売禁止になった貴重版などを集めに集め、多い時には SP レコードおよそ2万5000枚、 EP 版を1万枚収集したといいます。宇野さんの集めた音源を聞いていきますと、日本のレコードの歴史をたどることができます。平成12年2000年に設立された SP レコード収集家で作る日本レコードクラブ会長も務めている宇野明さん76歳、電話でインタビューをしました。宇野さん、あのレコードコレクション、これを始めたきっかけはいつ頃、どんなことだったんですか？そうですね、確か昭和52年頃だと思うんですけども、大阪で毎年まあ1月10日前後に、はい、東海市の今宮神社でやってるんです。なるほど、そうですね。そうですね。それに、こう、参道に通ってはしたんですか？どうも、むさとろかと君だ。それと、家地区へと、古い古城と名が千葉だる用がろを見る사업을、君と本日とろかと君だ。積んである。まあ、5、60万あったんですかね。はい。